エージェントが行動不能です。防衛システム再起動中。システムだったらいいが、格納庫で積み荷物を探せ。他に何を運んでたのか知りたい。ネットワークアクセスポイントを検知。そのターミナルにつないでみるんだ。転送完了。相当な量のデータだ。調べるのに数分はかかるぞ。敵の無線を傍受。ディビジョンがいる。あの飛行機には近寄らせるな。絶対にだぞ。連中が守ろうとしてるってことは何かあるな。飛行機を調べろ。
環境許容範囲。アイザックのデータによると、レイザーバックはブラックタスクが持ち込んだ新しい移動性兵器のようだ。乗り物であることは確かだが、戦闘的な機能については不明だ。いずれにせよ吹っ飛ばさないとな。自動セキュリティシステムが起動中。まずいぞ。
探して破壊しろ。
たれた。またな。
最新の危険領域。
の実験兵器を大量に破壊したな。チームを送って回収できるものは回収させる。有益な情報や機材があるはずだ。